はい、どうもこんばんは、加瀬伊助です。今日は2021年の3月14日、今日を3本目ですかね。今時刻が22時26分ということで、今日頑張りました。いろいろ編集もしましたし、いろいろ考えまして、で、非常に物語の中核に、やっとやってきましたので、一気にやっていきたいかなと思って撮っております。ということなので、ガンダム皇帝、1420年ということで、進めていきたいと思います。これをロードしますということですね。さて、今移動庫にいまして、ノエルとデザートガードが戦っているところに仲裁に入った直後ということになります。で、今この目の前にいる古代人の人から、遺跡の場所を教えてもらいましたから、そちらに、向かいたいと思います。ですね、イロリナの星を手に入れましたけども、しばらくは土の術がメインになりますので、土の術を使っていくということは変わりません。あと移動庫はもう特に、来る用事は基本的にはありません。で、南の方にはそういう遺跡があるという話を聞きましたから、そこに行きたいと思いますが、まずは、泊まっていきたいと思います。もう魔石は捨てましたから、倉庫に入ってると思いますので、泊まっても大丈夫という感じですね。はい、ということで、一応10年前の記憶をたどりながらですね、砂漠の南にある遺跡に進んでいきたいと思います。場所はですね、確かここを渡って、まずい、デューンウォーム、なんか高速ナブラでなんとかなりそうな気がしますので、そのまま戦っていきたいと思います。混合力でも使っとけ。はい、これが起こると大変なことになるんですけど、全滅しないとは思うんですけどね。太陽光線もかなり強くなりましたね。木にはいけないですよね。なんか全体技を使ってきたらちょっと怖いんですけど、なんとか生き残りましたね。竜王も倒せそうですね。はい、倒しました。200か200だとちょっと技術ポイントは少ないですね。で、このリュウサーに関してはもう楽勝だったので、進めていきます。はい、楽勝でした。その代わり技術点も低いです。さてさて、なんとか、彫像よく逃げることができました。で、砂漠の南、砂漠って何面かこうあるんですけど、この南の、さらに南の方向に行くとあったと思うんですね。さてさて、はい、倒しました。いいですね。どんどんレベルが上がっていってますね。さて、この南にあったと思うんですけど、懐かしい。はい、ありました。砂の遺跡ですね。この砂の遺跡っていうのは、古代人がかつて、存在していた頃の遺跡ということで入っていきます。どんなだったかちょっと覚えてないんですけど、先に進めていきたいと思います。さあ、この人らも順当に倒していきたいと思います。はい、倒しました。難なく倒したというところですね。またオーガバトラーが出てきましたね。やっていきたいと思います。はい、倒しました。かなり余裕がありますね。はい、やっていきます。はい、倒しました。これは順番に行くような感じですね。左に行きます。そしたらここに出ると、はい、倒しました。
さて、左出て、ここで、確か下だったと思うんですね、これって。で、ここは左か合わせ、上か合わせました。あ、来ましたね。多分、左でいいと思うんですけど、右でしたね。ここで、左で、そして、ここをさらに左だったと記憶しています。はい、記憶が正しかったようでしたと。はい、倒しました。まあだいぶ余裕ですね。敵が多い。あ、ソロがもう出てきましたね。結構レベル高かったと思うんですけど。はい、倒しました。幻獣剣ですね。幻獣剣は攻撃力37だったと思います。で、結構強い技も覚えますが、今回剣使いがいません。ここです。あ、間違えましたね、ボタンを。まあいいや。はい、倒しました。さて、幻獣剣が今回のメイン品ディッシュというかあれなんで、まあここはちょっと用事がなかったですね。まあ仕方ないんですけど。はい、倒しました。まあ LP が1個なくなってしまいました。仕方なしですね。あと、あの左側の宝が欲しいところです。何が入ってたかもう忘れてしまいました。はい、倒しました。今度は右側に行って、そして、これって戻ってきたのかなというところですね。右側に行って戻ってきたので、あ、ここはもう何もない。だから左しかないということですね。で、左側からこの、こいつらを巻いて、今度上に行くと。そして、ここに出てきて、また戻ってきましたということで、どっか間違えた。やっぱり、骸骨がいるところはやっぱ下なんですね。あー、間違えた。あー、まずい。技ポイントもないんで、ここ解約します。ちょっと強そうな敵ですし、あ、まずい。ですね、まあそのまま行くか。あ、大丈夫とは思うんですけど、油断したら命取りですからね。まあこの人あたりちょっと攻撃しときます。まずい。ちょっとこれは油断してるパターンかもしれないですね。あ、なんとかなったな。はい、倒しました。体術のレベルが上がりましたね。ここで持ち物で、まあ、大地の聖域を2回使っておきましょうか。そしてセーブもしておきます。で、ここは下なんですね。骸骨がいっぱい下にいるんで。あれ、ボーンドレイクが出てきた。ボーンドレイクは多分かなり強かったと思います。まあ、今回、太陽光線とか、こう、アンデッドに効く技を結構持ってますから、まあ、大丈夫かなというところですね。まずい、強いな、やっぱりこれは大丈夫かな。まあ、なんとかなりそうですね。うわー、まずい、強い。ボンドレイクも、これも間違いなくレベル12ですね、これは。まあなんとかなりそうですね。うわー、ボンドレク強い。恐ろしい。まあちょっと死人を出したくないところなんですけど、なんとかなりそうですね。はい、なんとかなりそうです。はい、
この人も亡くなってしまいました。はい、倒しました。モンドレイク恐ろしい。しかもほとんど技術ポイントをくれないという最悪の敵でしたね。モンドレイクが出てきたら逃げた方がいいかもしれないですね。ということで、回復します。霊獣だと一気に回復できるんですけど、そこまでなかったと思うんで、術だけ使っていきます。あと他は大丈夫と思います。太陽光線がちょっと消費が大きいんでですね。バックアタックです。はい、倒しました。600くれましたから、ボーンドレイクよりよっぽど弱かったんですけど、まあ、そういうことがあります。で、今回はボーンドレイクとかも出てくる様子もないので、やっぱりこうかなりバラバラというか、そういうニュアンスがありますね。はい、倒しました。敵の強さももうほんとバラバラ。さて、ここで左にある宝箱を確実にゲットしておきたいので、ここは多分下なんですね。はい、ということでした。財宝ですね。財宝かなりありがたいです。そして、この遺跡にはもう用はなさそうですね。さ あ一応ここの遺跡はクリアということです。あとはもう無用の蛇とは戦わずに、行きたかったけど、倒しておきます。はい、倒しました。一撃で倒せたんで良かったですね。さあ、地の術はそろそろだいぶレベルが上がってほしいんですけどね。一応砂の遺跡はこれでクリアですね。さてさて、イッターバロンに帰るかということで、木とかは育ったのかもしれないですね、もしかしたら。あ、来ました来ました。木が大きくなりました。これでアバロンはさらに豊かになるでしょう。現在4000クラウンの収入があるということで、なんか人も何かいますね。陛下ありがとうございます。これで木をさらに育てられます。農業に憧れてやってきました。あー、なるほど。まあまあ、木が大きくなりましたというところですね。はい、まあ、収入も増えていってるんで、多分開発に見合うだけのものはまあなんとかあるんじゃないかなとは思うんですけどね。収入的にもですね。さてさて、で、もう武器防具の開発はちょっと今回はする予定はないです。というのも、術の開発だけで相当金がかかるので、24000、そして、130万クラウン、さっき20万ゲットしましたし、130万ということは単純に術の開発は2個できるということですから、最終的にはですね、合成術は6個ぐらいは作りたいなと思ってるので、まだ全然足りないですね。そしたらですね、次なるポイントに行きたいと思いますけども、まずは止まっていきます。さあ、次なるポイントもまた古代人の遺跡に行こうかなと思ってるんですけども、ここはですね、クリアできるかどうかと微妙だなと思いながら行くところです。で、確かですね、発生条件はナゼールからだったと記憶してるんですけど、ナゼールに来ました。で、ここにいませんよということなので、まあ、ナゼール海峡の向こうの冬越地に、最後族の人たちは移動しているということで、ここで、やっていきたいと思います。これもですね、今勝手につるると滑っていってるんで、あー、しまった、陣形乱されました。そして出ました、チューブオーム。これはですね、もう一回ちょっと退却します。ちょっと油断してました。はい、ということでグレートシーザーが出てきましたから、ちょうどいい、倒していきたいと思います。はい、倒しました。さっきのチューブオームと戦うなら、もうこいつらを倒した方がよっぽどマシですから、ということですね。まあ、こんな感じで、進んでいってます。あ、チューブオーム出ましたね。まあ、
ラピッドストリームで、この敵であればですね十分倒せるかなと思います。はい、一発でした。はい、倒しました。チューブオームの触手はですね1000食らいますから、ちょっと異常に攻撃力が高いと。ただ防御力が弱いんでですね、まあ、ああいう感じで、すぐ倒せるんですよというところですね。つつ滑っていってますけど、こういうルートがあると思っていただければと思います。もうこれ もう何回もやってるんでですね、もう覚えてますよと。10年経ってもしっかり覚えてました。さあ、ムーの住処があります。ここでこの人たちがいるんですね。我々は近づきませんが、東に行くと古い建物がありますよということで、これを聞きに来ました。そして、最後族に、まあ、一応せっかくなんで話しかけておきます。パールナと申します。陛下、棍棒を得意としています。いざという時は頼むぜ。我々はナゼル海峡の向こうに移動します。こちらにいない時はあちらにいますからということで、まあ、冬越え地の人たちです。あ、まずいな、これはまずいかもしれないですね。ですね、発生してますね。あ、大丈夫かな。今この人が、ですね、ちょっとセリフが変わってたんでちょっと何とも言えないんですけど、実はまあ、ちょっと先にこっちから行きますけど、氷の遺跡というところに今から行こうとしてます。そしてもう一つはですね、実は最後族のイベントっていうのがありまして、そのイベントが発生するとちょっと面倒でしたということで、で最初のセリフ、あれほど一人ではっていうのは、要するにはイベントが発生した合図だったんですけど、セリフが変わりましたんでイベントは発生してないんじゃないかなと思っています。まあ、もう検証は面倒なんでそのまま進めます。さて、氷の遺跡です。これはもう完全に遺跡化してて、でこれはですね、ダミーの可能性があるんですよね。ちょっと忘れてしまいましたけど、ダミーは2箇所あって、こっちが正解かな。確か象の鼻の向きでその正解不正解があったと思うんですよ。左を向いてる鼻、忘れてしまいましたね。左を向いてるとか向いてないとかいうのがあったと思うんですよ。で、この3つのうちのどれかが確か正解だったんで、ちょっと左行ってみたいと思います。はい、失敗でした。うわー、ボンドレイクめんどくさい。このボンドレイクはもう退却します。これはもう時間の無駄です。はい、変わってくれました。こういう感じでやっていくのがまあベストですね。はい、倒しました。結構経験値もくれましたね。スパイクヘッドは大丈夫ですね。はい、倒しました。はい、逃げてきました。確かですね、こっちだったと思います。あ、大砲でした。そして下の階はこれで終わりで、今度上の階の方に行きます。はい、倒しました。そして上の階は確かこっちが正解だったと思うんですけど、あ、正解でした。35万クラムはかなりでかいですね。そして中に入っていきます。久しぶりに入ってきました。はい、倒しました。さてさて、あとはもう順番にいきます。はい、倒しました。さあ、どっちだったかな。あ、開きましたね。こうやって一個一個開けていくパターンですね。はい、2箇所開きました。こいつは強いんですけど。はい、倒しました。まあ大丈夫でしたね。全然余裕でした。
そしてブレインターは大丈夫ですね。はい、倒しました。なかなかレベルが上がっていかないですね。あ、青鬼が強いんですよね。この辺り本当危険になってきますね。まあ、死にはしないと思うんですけど。はい、倒しました。余裕です。さて、そろそろ技ポイントを回復させます。危ない危ない。はい、では行きます。はい、倒しました。真の術がレベル上がったので、非常に嬉しいですね。はい、倒しました。さてさて、まあ、まずはこれをゲットして、グリムリーパーは弓ですね。かなり強い弓です。さあ、問題はこいつですよね。どうしたものかなというところなんですけど、ホーリーウォールじゃちょっとかな。そうですね、ちょっと悩みどころなんですが、まあラビットストリームでもいいかな。これでいきましょう。そして、装備、ガルダン皇帝はもう、まあでも仕方ないですね。そのままいきますか。さてさて、これがですね、今回かなり重要なポイントなんですけど、この巨人ですね、こいつを倒して、先に言っておきますけど、あの宝箱はですね、かなり強い斧が入ってるんですね。絶対に欲しい一品になっておりますので、さあ、倒せるかどうか微妙です。さて、行ってみましょう。あ、陣形が乱れちまった。ちょっと、今のはなしです。はい、退却します。ボタンを押し忘れました。はい、行きます。さあ、巨人ですね、ちょっと水長剣という列攻撃を使ってくる可能性があるので、ちょっと失敗したかなと思ってますけど、もうとにかく行けるだけ行ってみたいと思います。まあ、あとはもうとりあえず行きますかね。で、まあ、暗闇が効くかどうかわからないので、もう暗闇、まあもうとりあえずちょっと全力でアタックしていきます。まあ1300食らうんなら結構じゃないかなと思うんですけどね。ちょっとゴリ押しで1回いきますかね。結構攻撃力が高いですね。と書いて、水長剣で一発全滅っていうのが、あ、流し切りか。うわ、来たね。2回攻撃なんですね。こうなると確実に、まあやっていきましょうかね。で、サイドバインダー。あ、結構暗、出ました出ました。水長剣でダメですね。これはダメでした。はい、ということで一回やり直して、でボタンを開けなきゃいけなかったんで、一回戦闘してザコ一匹倒しました。そして装備と陣形を入れ替えて再チャレンジということでやっていきたいと思います。さあ、なんとかなると思います。なんとかなると思うんでやっていきたいと思います。さて、この人も、まあ、混合力一発使って、まあ、なんとかなんじゃないかなというところですね。
か、この峰打ちなんかをやってくるうちは非常にラッキーな感じですね。で2回攻撃してきますから、ある程度火力をこう保ちつつ攻撃はしてきますけど、まあなんとかなるんじゃないかなという感じですね。いきます。さあこの人はもうあとは普通の攻撃をこうしていきましょうかね。じゃあ生命の水で体力だけはある程度保っていきます。さあ、あ、峰打ちはラッキーな、あーっと水長剣、あ、ちょっと間が悪かったですけど、まあなんとかなんじゃないでしょうかね。これこの人はちょっと弱いんで、ここ行きましょう。峰打ちがあるうちはかなりラッキーなんとかなりそうですね。さあさあ、多分そんなに HP ないと思うんですけどね。結構さあどうか、ああ峰打ちを連発してるうちは大丈夫です。さあマリオネットひらめきましたね。これはかなり最悪なことをしてくれましたね。まずい。あ、でも当たりましたね。さてさて、マリオネットは僕音専用の技じゃなくて普通の召喚技だったということですね。ちょっと忘れてました。さあここはちょっと決め打ちで回復させておきます。あ、失敗しました。まあしょうがないですね。確か白薬は素早さがかなり高かったですね。さあそろそろいいんじゃないですか、この人。あ、またドル覚えましたね。これはカウンター技ですね。結構ナイスな技です。さあそろそろいいんじゃないかなと思うんですけど、どのぐらいパワーがあったかも忘れました。まあ、この人技覚えるそうなんで、普通の攻撃していきます。で、まあ、ファイアーボールで攻撃をしておきます。さあどうか、峰打ちですね。あ、まあまあまあ大丈夫ですね。さあそろそろいいんじゃないですか。そろそろいいんじゃないですかと思うんですけど、どうでしょうかね。まあ結構やっぱ強いですね。あ、見切りましたね。強撃を見切りは結構ありがたいです。でさて、技ポイントがなくなってしまいましたね。ちょっと失敗しましたけど、こうなってくるとちょっと結構きついですね。峰打ちでラッキーと思ってたらそうでもないですね。いやー、そっちか。そろそろ死んでくれるといいんですけど、なかなか死んではくれない。まずいな。ちょっと回復もさせないといけないんで、ちょっと回復は追いつかないですね。マヒアやっぱ結構立ち悪かったですね。まあ順当といえば順当なんですけどね。まあこんな感じですね。ああ厳しいな。まずい。あっと、まあでもこれで、ああ大丈夫、そっちなら大丈夫。まあちょっとタイミングが良かったですね。うわーきついなー。厳しいなー。さてどうしたものか。まあこの人マカドールでちょっとカウンター狙いっていうのはありかもしれないですね。まあ、攻撃しないと思う。パワーを削れないんで、ああ
ちょっとやっぱ体力がすうわー、もうそろそろ、あ、教育読み切った、まあいい感じなんですけど、あ、またどう来ましたね。あー、なるほどなるほど。戦闘方法としては、あ、よかったよかった、3600全員生きてるんでかなり嬉しいところでした。はい、アメジストの斧を手に入れた。これ結構嬉しいですね。ガルダン皇帝が、先鋒は12しか攻撃力ないんで、これを手に入れたことによって、相当強くなりましたよと。あー、強かった。巨人をちょっと完全に舐め切ってたんで、びっくりの強さでしたね。とりあえずですね、今、攻撃手段が弱くなってますんで、まあ、ここは満を持してというか、まあ、一応回復させて、あ、小川バトラーなら大丈夫ですね。はい、倒しました。ちょっと一人死んでしまいましたけど、ちょっと油断してました。まあでもこれでもう終わりますんで、はい、クリアできました。ちょっと巨人の強さに驚きましたけども、まあなんとかここまで来ることができたんで、一回止まります。そして時間的にはこのぐらいかなというところですね。はい、ということで、まあ今回はこの辺にしておきたいと思います。今回は移動庫から出て、で古代人の遺跡の、まあ、調査というか探索というか、まあ、そういう感じでやってきましたが、とにかく巨人がちょっと思ったよりかかなり強かったですね。ちょっとびっくりしました。無事に倒せて本当に良かったなと思っているところです。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。